こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはバルナックライカのですね、非常に初期のですね、大変レアで人気の高いモデルになっております。バルナックライカの D3 のブラックペイントになっております。はい、ご覧の通りですね、こうアイレットが両側についておりまして、はい、ブラックペイントのバルナックライカ D3 ですね、この1個前のモデルバルナックライカ D2 がですね、こう両側にこう距離計を本体に内蔵いたしまして、こうファインダーを除いてですねピントを合わせるというですね、機構を初めて搭載したカメラだったわけなんですけれども、そのカメラの改良版ということで D3 が発売されております。そのモデルですね。でもですね、このシリアルをちょっと見るとですね、D3 よりもですねだいぶ前の個体であることが、分かりまして、おそらくはですねこの D2 の、バージョンアップモデルですね、戦中戦後にかけてライツはですねこの従来のモデルを、こうバージョンアップを受け負ってたんですね。改造を受け負っておりまして、まあ、B3 が出た後にですね、この D2、もともと D2 だった個体を D3 に改造するというですね、バージョンアップを受け負った個体ではないかと思われます。はい。ということで、バルナックライカ D3 ですね。はい。じゃあ答え、外観の方から見ていきたいと思います。はい。ご覧いただいてます通りですね、この刻印の部分とかですね、こう角の部分に、だいぶペイントロスですね、まあ、年代物ですので仕方ないんですけれども、ややですね、こういった下地の真鍮が見えている部分がちょっとありますね。まあ、これがですね、まあ、バルナックライカのいいところではあるんですけれども、一応ご留意くださいませ。はい。こんな感じの状態ですね。はい。写真とこの動画でですね、客観的にご確認いただけましたらと思います。針側はですね、多少のこの、この針側のですね、色の薄くなってですね、グレーっぽくなってるんですけれども、しっかりと貼られておりまして、こう剥がれたりめくれたりとかですね、ベタベタしたりとかはしてないですね。手にしっくりと馴染む状態をきちんとキープしておりますね。はい。底蓋もですね、当たって凹んだりとか、ぶつけたり、擦ったりしたような跡はないですね。三脚の跡も見当たらないで。はい。こういったですね、このペイントのロスがある程度ですね、こう手に持ってですね、こう手が当たる部分ですね。はい。こういうところが、こう、やっぱりですね、真鍮がこう取れてくるんですね。はい。はい。外観はこんな感じですね。備品とは言いませんけれども、おおむね綺麗な状態じゃないかなと思います。きちんとですね、保管されて、メンテナンスを繰り返しながら、使われてきたものと思われます。はい。続いてファインダーですけれども、ファインダーもですね、こう、フロントから見て、曇りかび、バルサミ切れとかですね、塵ほこりの混入は見られないですね。接眼部から覗いてみても、同様に曇りかび、バルサミ切れ、塵ほこりは見えずにですね、ピントの二重像もくっきりはっきり見えておりまして、コントラストも強く、縦ずれもなく、しっかりと、フレーミング、ピント合わせともにできるようになっております。はい。こう左側がピント合わせの、ファインダーですね。はい。では、シャッターをチェックしていきます。はい。この上側のダイヤルが高速側で、フロントが低速側のダイヤルになってますね。はい。では、はい。低速。1秒からチェックしていきます。これが1秒ですね。はい。1秒。はい。しっかり刻んでますね。はい。安定してます。続いて、2分の1秒です。はい。これ2分の1秒ですね。はい。これも安定して切れております。はい。次が、4分の1秒ですね。はい。きっちり可変してですね、動いてますね。シャッターの粘りや膜の遅れなどもないのがお分かりいただけます。この巻き上げもですね、巻き上げシャッターチャージも、こう、硬くなってガリガリしたりせずに、スムーズに巻き上げております。じゃ続いて、高速側のダイヤルを操作しまして、100分の1秒見ていきましょう。はい。
シャッター音も変わりましてですね、こうしっかりこう切れてますね。はい。はい。問題なく、しっかりとシャッター動作しております。はい。最高速度は500分の1秒までありますけれども、しっかりとですね、確認しておりますので、はい。お安心して、お使いいただくことができます。はい。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中に金属の腐食、錆、汚れとか見当たりませんね。スプールもオリジナルがしっかりと付属してます。はい。底蓋もこうしっくりと閉まってまして、緩すぎたりきつすぎたりしてませんね。シャッター膜もですね、ひび割れたりとかですね、こうヨレヨレになったりして、光が漏れたりということはありません。はい。付属品がこちらのボディキャップになってます。はい。ということでですね、非常にいい状態のバルナックライカ D3 ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということでですね、非常に人気の高いバルナックライカの、初期モデル、バルナックライカ D3になっております。ブラックペイントですね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。